よいしょ。皆さん、グロック140連のフロートですよ。これぞなんか原型ブレーカーって感じしませんかね。性能も段違いですから。はい、いきます。はい、どうもジャンヌダルクです。というわけで今回は皆様お待たせしました、原型ブレーカーシリーズ第1弾ということで、今回はフォートレスさんと一緒に撮影の方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、前々からね、告知してた通り、まあ原型ブレーカーシリーズっていうのが、まあ僕の動画であるんですけども、そちらを、今回はやっていきたいと思います。はい、はい、ということで、まあやっぱ原型ブレーカーといえば何ですか。まあ、一番こうモッドが出てる、はい、そうですね、キットが出てるようなやつで、はい、まあ、みんながこう一番手に入りやすいというか、また皆さんが一度はこう動画だとか、はい、あの画像だとかで見たことあるだろうっていうものって言ったら何ですか。やっぱコンバージョンキットとかですかね。なるほど、はい、あのちょっとよくわかんない単語が出てきたんですけどもあのまだまだ私2年半目なんで、あのサバゲーよくわかんないというか、まだまだ初心者なんでね、今回はちょっとお店の人と一緒に、はい、はい、やっていこうかなということで、なんてお呼びすればいいですか。鶴銀とやっていただければ。鶴銀さん、はい、まあ、リアル店員さんでもうめちゃめちゃ詳しいんですけども、今回、はい、やっていく武器といえば、はい、今回やっていくのは、SRU さんの、グロックコンバージョンキット、はい、ね、PDW 仕様。そうです。ということで、まあ、皆さん PDW、パーソナルディフェンスウェポンっていうやつなんですけども、なんて言うんだろう、 SMG と AR の間ぐらいの、まあそうですね、なんか火力を出せるっていうのが多分僕の認識なんですけども、まあ間違ってない、はい、そんな、なんかそういう感じの簡単に言うとこんな感じ、はい、やつの、こちらをカスタマイズしていこうかなと、はい、今回使っていくというか、まあ、とりあえず物見せますか。はい、はい、物いきます。よっ、よいしょ、見えるかな。こんな感じです。一応こちらつけれるのが、グロックの171834 3S、はい、と、まあ、こちらなんですけども、あの、まあ、この段階でもすでにもう見た目がもう狂ってるじゃないですか、はい、と一応白と黒と白黒ですね。での2色。そうですね、今後ピンクも、めっちゃ欲しいそれ。出たらください。欲しいですね。ピーちゃん作りたいですね。グロックでピーちゃん作ってみたみたいなありだと思うんですけども、今回ちょっと白使っていきます。はい。そのマシンのベクター。ああ、確かに確かに。ね、ベクター似てるよねっていうので、はい、なんかベクターを意識して作られたっていう感じですよね。おそらくなんじゃないか。もうそれを今からもうバリバリ原型崩していきます。とりあえずじゃあつけていきましょう。これなんかすごい簡単なんですね。めっちゃ簡単です。上に。こいつをかぶせます。このパーツを、はい、はい、こっちに入れます。でこんな形で、パーツがありまして、これが、はい、チャージングハンドルとなります。お、入った。入って前、前こんな形でチャージングハンドルと、グロックのアタッチメントというか後ろのパーツを組み合わせて、はい、入れます。これだけだと今グラグラしてますね。これでもうあとネジつけるだけっていうね。フックのネジが1本ついてるので、はい、じゃあここに、バッテリーを入れることができて、ここから、まあ、延長ケーブル出してバッテリーをつなげることもできます。これだけでも完成してるよね。そうですね。これで終わりです。もうこれで、はい、とりあえず、はい、このキットは終わりです。じゃあここからいろいろとパーツつけていこうと。はい、わかりました。本来であればこうアウターバレル伸ばしてあげて、そうです、サイレンザーつけてあげたりだとかして、もうそのグロック自体をいじりたかったんですけど、ちょっと時間がないということで、まあ、このパーツにどんだけじゃあアタッチメントをつけれるのかっていうその原型をね、崩していこうかなと。何がつけようかな。グリップいきます。じゃあ、グリップ、バイポッド、これ多分普通にアマゾンとかでも売ってるやつですね、はい、こんな感じ で、ね、多分2本ぐらい持ってて、結構ね、申し訳ないけど壊れるの早かったっす。まあグリップと兼用で、ね、使える、はい、こんな感じで、で狙う時に、狙う時というか、まあ、停滞する時にちょっとパッて立ててあげて、ね、はい、次はサイトいきますか。多分入ってるタイトなんてそこでもいいですけどね。あ、いや、いってますよ、フラッシュつけました。あんまり今日サバゲでフラッシュっぽくつけないですけどね。野戦とかでもつける人いるんですけど、野戦をそもそも多分9割以上の人はやったことないと思う。あ、そうですね。ありますいや、まあ1回1回だけですよね。じゃあ次サイト、はい、売り物じゃなくて単純に私物です。そうですね、私物です。いや、サイトもつけました。ちょっと私物なんでね、色ついてますけども、こんな感じです。じゃあお目当てのマガジンです。グロック用の、ガス専用のドラムマガジン、見たことないですけどね。ゲームでもないです。ドラムマガジンのグロックタイプというか、ハンドガンのドラムマガジンはなかなかないですね。P08 であったかな、第二次世界大戦の。あ、まあ、あるっちゃあるっちゃありますけど、多分サバゲでは初めて、ミリタリー系では初めて、おそらく初めてなんじゃないかな。ですよね、はい。これ140ですよね。145連ですね。145連で実際売ってるのが140、はい、はい、HFC というメーカーです。もう145連ドラムマガジン、はい、いきます。おお、しっかりと入りましたよ。あ、重っ。これだけで多分今グロックより重いですね。900g ぐらい、900g、はい、1kg のマガジンって、はい、はい、こんな感じで
いきます、ガチャコント。わあすごい重い、うん、持ってください。片手では持てな い, いこれで普通ハンドガンってね、やっぱりこう疲れてきて後半戦でこうなんかみんなね、ハンドガン持ってサバゲーするけども、はい、これは違 う, もうガチ最初からグリップ持っててもやっぱりこう右手にずっしりくるかな。はい、ということで、今回はこちらが原型ブレーカーシリーズとなりましたよ。ストックも、はい、こういった形で伸びます、はい、まあ本当はねちょっとグロック自体改造してこういろいろと中に入ってアウターバレル伸ばしてとか、サイレンサーつけてとかやりたかったんですけども、とりあえずまあ現状作りました。子供がやってみたいような感じだよね。はい、そうですね、はい、でやっぱこれ使ってというか、はい、まあ、触ってみて一番思ったことはチャージングハンドルがすごい楽。これ普通グロックってこう中、ハンドガンの上ってこう何て言うんだろう、指先でこうつまんでじゃないですか、はい、これも簡単にほらこれだけで動くから、だからこっちの方が軽いイメージがある。そうですね、うん、力が入れやすい。そう、正直後編の方がハンドガン使いやすいかもしれない。でやっぱりもうやっぱ注目すべきはやっぱこのマガジンの弾数ですよ。はい、ですね、はい、140発、これフロートで撃てるタイプですよね。そうですね、フロートで撃てるので、はい、18がフロートで撃てて、はい、そうですね、東京森さんのグロック18は、撃てるやつ、ね、セミオートとフロートが、はい、あるんで、まあ、これでフロート、まあ、ガスなんでそこまでこう期待できるような感じでないかもしれないんですけども、撃ってみたら果たしてどうなるのか。はい、ということで、こちらドラムマガジンなんですけども、こちらにこういう形で、はい、弾を入れていただいて、当時って、つまみをこういう風に回していただくと、わかるかな？見えるかな？ほ、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 ほら、こういう形で出てくるんですよね。これ僕初めてあのドラムタイプ使ったんで、すごいなんかテンション上がりました、これ。はい。こんな形でくるくるくるって回していただくと供給されます。これ何メートルですか？10メートルですね。10メートルレンジで、はい、試写やっていきたいと思います。先ほど入れたドラムマガジンで、間違えた、よいしょ、はい、で引いてまずはセミからいきます。おお、あーもう全然打てますね。あ、ていうかやっぱ安定しますわこれ。引くとこのグリップ、そうですね、あるとガッて持てるんで、こっちが本来のところだけども、あーこっちだとねちょっとなんて言うんだろう、うん、太すぎるから、ここのグリップだと太すぎるんで、だ普通にここにちっちゃいグリップ、自分の好みなグリップつけた方が全然使いやすいかもしれない。あ、弾が、はい、それではじゃあ次フロートで打ちます。よいしょ、皆さんグロック140連のフロートですよ。これぞなんか原型ブレーカーって感じしませんかね。性能も段違いですから、はい、いきます。おお、あ、やっぱ悪いじゃないですか、球弾、球弾が、球弾不良。じゃあ、いきます。はい、いけるいける。あ、けどやっぱりこのストックっていうか、やっぱブツがでかいんでハンドガンで全然安定しますね。ロングレンジなんだけど、はい、弾がなくなったから、いや、そうですね、弾がもう多分供給されてない、されてない。あとは冷えてるので、あー確かにこれだけある弾ね、打とうと思ったらちょっと温めないと無理そうですね。まだちょっともう気温も下がってきてる。うん、いやー、ガスの季節が終わった。あ、終わりだ、あ、終わりだ。はい、はい、ということでこちらの、グロックこと PDW、 いや、 やっぱストックあるのとこの先っぽにグリップがこうやってつけれるのがでかいですよね。ここのチャージングハンドルも引きやすいですし、でアウターバレルちょっと長くしてこのサプレッサーとかつけると、まあ、やっぱこうバレル長くなる分だけちょっと飛距離というか精度が上がってくると思うんで、そこら辺もねしっかりと、自分でカスタマイズしていただければなと思います。動画説明欄の方にこちら URL、このキットのやつなんですけども、URL 貼っておきますので、よければ皆さん、はい、購入してみてください。以上、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。電動つながりで、はい、いいですか？あ、いいですよ。原型がちょっと変わってるタイプ、はい、まあ、グロックのこれは、これは、18C なんですけど、これ電動の東京マリさんが出したやつなんですけど、はい、ただ上に乗ってるこのスライドがですね、ほう、これはうちのフォートレス、なんか乗せやすいようにってことですね。そうですね、そういうことです。これがフォートレスのオリジナルカスタムスライドです。はい、なんで電動、これおいくらですか？スライドの組み込みや、はい、持ち込みや、あと1万2800円、はい、あ、なるほど。じゃあこういうふうに、まあ、削っ見えるかな、まあ、こういうふうにちょっとサイトを載せやすいように加工してもらってるのが、はい、いくら？12,800円。こういうふうにセットなのは29,800円。はい、はい、ということで、こちらも一応原型がちょこっとだけ変わってるというか、まあ、アタッチメントがね乗っけてるということで、アタッチメントつながりでちょっと紹介してみました、はい、動画説明欄書いてるんで、はい、ぜひ皆さんいつも通りよろしく。
me like